はい、ハーブクラフターズタロット開封動画続きいきます。Into the sun, a cobweb strange, sleeping in the steps of the sun. Camellia, Camellia diamond, お茶の葉っぱ temperance, 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 お茶の葉っぱ素敵素敵だ、和風だ、おしゃれ、あ、大好きこのカード、わあ、ブルーベリー、ブラックベリー、デビルブラックベリー、うわあ、かっこいい、テンション上がるね、テンション上げ上げ、かっこいい、デビル、こんなかっこいいデビルのカードあるか、最高やな、センス抜群、さすが、素敵すぎる、The Tower はマッシュルーム、そう、そう来る。そう来る。木の皮。ああ、まあ木の皮が剥がれていくように変化する。かっこいい。巻き割りでもいいけどな、タワーな。マッシュルーム。面白い。キノコはどれもマッシュルームなのかな。椎茸は？椎茸やんな、これな。マッシュルームっていうより椎茸やんな、これ。原木椎茸やんな。コットンウッド、ザ・スター。コットンウッドがザ・スター。おとなしい。スターがストーン。ザ・ムーン。これ、月下美人でもいいな、センスがいいね。モンチャイルドの後はさっき、あ、スター、コットンと、スター、ストーン、あ、ストーン。あれやな。マンチャイルドはいい曲ですが、短い。ちょっと。これや。オッケー。ストーンといえば、エレファントストーン。ザ・サン。セント・ジョーンズ・ワート。セント・ジョーンズ・ワート。に、タバスコかな、これ。これがサンのカード。なんか、シャレが効いてるよね。これでしょ、サンは。サンフラワー。これマジシャン。で、こっちがサンだって。セント・ジョーンズ・ワート。あの、元気が出るハーブです。精神的に。不思議。あなたにとって、アウェイクニング。アウェイクニングのカードあんの？アウェイクニングのカード。なんちゅうハーブやろ。アウェイクニング。In my dream world.In my dreams. フールのカードとすっくり。ハーブがヘブン、チョコンボコトンクラス、アトクシーツアンビルドビー、キャンストップカミンダウン。と混乱するなぁ。私これ、私的にこれワールドで読もうかなぁ。もう勝手にワールドで読んじゃおっかなぁ。これワールド。これマジシャン。フール。うん。か
ウィール・オブ・フォーチュン、ウィール・オブ・フォーチュン、まあいっか、エース・オブ・エア、エース・オブ・エア、あ、このカード好きやな、色が。私の左半分こんな感じですね、脳みそ。絶対にアルチが異質、あの何にも生えてない空き地がを守り続けたい、うん、真相真理、真理で何にも生えてない荒れ地にすごくそれがないと息が詰まる。エース・オブ・ファイヤー、エース・オブ・エアーにエース・オブ・ファイヤー、エースのファイヤー、あ、エースカードかこれ、エース、ソードのエース、これソードのエースね、ファイヤー、あ、ソード、え、ソードと、え、ファイヤー、え、こっちがソード、この花、あ、この花、名前忘れたけど、なんか忘れた。Ace of Water。あ、これはカップのエース。カップのエース。ファイヤー。ファイヤーな、どっちやろう。これソードにし、ソードだと思うんだけど、ソードやな。ソード、ペンタクルス。ペンタクルス、カップ、あと何やったっけ、アース、カ、エース・オブ・アース、これがペンタクルスか、え、カップ、ソード、ワンド、ワンドのエース、あ、ワンドか、ワンドのエース、抽象的やな。Two of air, two of air。あ、そうか。そうくる。チコリ。ソードの2、チコリ。おっしゃれ。ハーブクラフターズタロット。Two of fire。Two of fire。ワンドの2が。B バルン、ワンドの2か、カップの2、マロウ、これプチラバーズカードと言われているカップの2ですが、バードがハミングバードしてますね、Two of us、 冬景色、鳥が3匹、ウィッチヘイゼル、Three of air、 ソードの3、ちょっと悲しいね、やっぱりソードの3って悲しいカードやね、枯れちゃってるもんね、枯れ方としてはコスモスの枯れ方が好きで、咲いてる時より枯れてる方がおしゃれだと思います、コスモス。あ、来た、スリーオーファイヤー、ワンドの3、このハーブクラフターズタロットの表紙を飾る代表的な
カードはワンドの3でした。ワンドの3、ハーブしてるね。これあれか、線量、黄色の線量取ってるね。なんていう花やったかな。昔は赤い線量取るのがすごく難しくってあれだったんだよ。黄色の花集めて濃縮して赤にしてたんだよね。まあ朱色なんだよ。朱色にしかならないんだ。その原料の花、紅花、紅花、紅花、あの油も取れる紅花、スリーオブウォーター、カップの3はレモンバーム、お茶会になってますね。3人でお茶会。カード、スリー・オブ・アース、ペンタクルの3。ペンタクルズの3はすごい豊かなカードだね。山ほどのラズベリー、なんか恋の予感って感じするよね。甘酸っぱい。でもこんだけあったらお酒できる、お酒作れるよね。ベリー酒、フォーオブエア、ソードの4はラベンダー。素敵、ラベンダー大好き。フォーオブファイヤー、ワンドの4、何これ、エルダーフラワー、あ、エルダーや、これエルダー、あの甘いベリー系なんや、エルダーって、あのイケアのエルダーフラワーのシロップ大好きで、爽やかで。イケア行きたいけどコロナで全然行けないな。フォーオブウォーター、カップの4、カップの4はカップが1個、空っぽだ、執着のカードだから、空っぽだ、アポの中に執着がなってるよ。Fall of us, fall of us, fall of us。 間違えた、カップの4、あ、間違ってない、ペン、あ、まあ、カップの4か、カップの4か、ちょっと間違えた。フォロー・オブ・ラス、まあ意味的には欠乏かなと。フォロー・オブ・ラス、執着、編んでるね、カゴ編んでるね、何かを得ようとしてカゴ編んでるけど、おしゃれやな。ファイロー・オブ・ディ・エール、ワイズ・セイジ、ホワイトセージ、肉料理の臭み消しにぴったりのホワイトセージ、強烈な
どうやったらいいの、強烈な毒消しじゃなくて消臭でもなくて浄化作用があります。ファイルオブファイヤー、ファイヤー、ファイブオブファイヤー、ワンドの5、ワンドの5、ワンドの5がブラック、飲めへん、クリスマスカラーっぽいね。ファイブオブウォーター、カップの5、ゴールデンシール、なんかわさびっぽい環境の生え方やな、ゴールデンシール。ファイブオブアース、ペンタクルの5、うん、なんかちょっと寂しいカードやな、ペンタクルの5。あ、あと3秒で終わる。